髪の毛やばいな。マイク開いとる。こんにちは、村田ラジです。今日はいつもは駐車場とかリクトレが多いんですけど、今回はビーチトレーニングをしたいと思います。ビーチトレーニングっていうのはサーファーだけじゃなくて他のアスリートもやっているトレーニングもあるので、でも僕は今日はサーフィンについてトレーニングをしていきたいと思います。違った辛さがあって、ビーチはビーチでかなり強く辛くて、はい、いい練習になります。トレーニングなんですけど、こっちに投げるときにサーフィンでよく自分がよく YouTube で言っているここの骨盤を使いながら回すとかなりサーフィンに役立つと思います。限界に近い。やべえって。じゃあもう無理っすって言うかな。あ、いやもう無理っす。ま、結構リアルに。やばい。もう終わっていいっすか。この、浜トレ、陸トレは自分が去年の大晦日の時に怪我して2ヶ月サーフィンしてなくて、で5キロ太って、で新しく出てきてきたボードが自分のその時の体重と合わなくて、でちょっとやばいなと思ったから、そこに減量したいと思って、1週間で5キロ減量に成功した陸トレをやっています。本当にコロナ太りとかしてしまった人には本当に最適なトレーニングだと思います。
りいいトレーニングになると思います。今回はこんな感じの動画になったんですけど、実際僕がいつもあのビーチでトレーニングしている様子をあの撮った感じで、こんな感じです。